にちは、ジェームズ・ J ・ジェイコブです。僕は笑ってはいけないカバオっていう企画やってて、カバオのこと大嫌いな僕がカバオくんで笑ってしまったらなんか罰ゲームするよみたいな、そういう企画やってたんですけど、もう5回か6回くらいやってるんですよ。で、さすがにもう飽きたと。じゃあなんか似たようなやつで、カバオみたいに俺の嫌いなものねえかなって考えた時に、野獣先輩いたんですよ。野獣先輩っていうか、陰夢。あれ俺ほんま嫌いなんですよね。まあ、陰夢自体もそんな好きじゃないし、陰夢好きな奴らも好きじゃないっす。なんかヒカマリと似てるよね。なんかニチャニチャしてそうで気持ち悪い。あと、太鼓の達人で、バチ持ってるメガネも嫌いっす。そんなことは置いといて、今回野獣先輩を見て、もし万が一ね、いやありえないと思うんですけど、万が一笑ってしまったら罰ゲームなんかやります。ということで、早速笑ってはいけない野獣先輩やっていきましょう。レッツゴー。 3、2、1、YO! サンディエゴ OK! トイレでできたら野獣先輩。きっしょ。キモすぎや。マジで笑わないっすよ、ほんまに。いきます、スタート。トイレでできたら野獣先輩。事件は解決してないです。事件勃発です。わかんないです。お腹がムズムズする。ムズムズした時なんだ。おしっこだ。違います。え、おしっこちゃうの。僕しまじろうのおしっこばけ。やあ、しまじろう。僕、しまじろうのおし。よし、僕に座って。うん。しまじろう、一緒に頑張ろう。うん。おしっこ、ペペペ、しぱぱ、しぱぱ、しぱ、しぱ、おしっこ、しぱぱ。やっほー、おしっこ出た。ああ、よかった。ああ、ちょっと滑ってますね、マジで。あれ、お尻がもぞもぞする。お、もぞもぞしたときなんだ。野獣先輩。僕、野獣先輩。トイレに行く。よし、野獣先輩。私も頑張ってみよう。うん。お尻を拭いて。笑えんよ。いや、さすがに無理よ。これマジ、カバオくんよりも笑う確率低いっすよ。無理だったか、ワンチャンボツの可能性ある。いや、あえて出すことによって、野獣先輩とはつまらないものという証明動画になる。今回マジで、本当に笑わなくてもボツにはしません。仮にこの動画もクソつまらない動画になったとしても僕は出します。それで野獣先輩がつまらないってことを証明できるんだったらやります。野獣先輩、お持ち説。意味がわかんないですけど。全国にはびこる陰キャの救世主野獣先輩。これまで多くの先代兄貴たちが世界一無駄な時間を費やし、研究を絶やすことなく続けてはいるものの、彼女の正体は現在まで一辺の手がかりすら得れずにいるというテンプレ文章で制作された動画も、これで何本目になろうか。テンプレ文章。野獣先輩の流行は当の昔に過ぎ去り、もう終わったコンテンツであることを言い逃れできぬぐらい没落した現状に、一足早く陰夢から足を洗い現実世界に帰られた先代たちはどのように悔やんでおられるのだろうか。そして今や2023年にもかかわらず、陰夢にしがみつく哀れなアホどもを私は遠目に鼻で笑いながら、正月らしくばあさんが作ったぐちゃぐちゃの闇鍋雑煮を口にした瞬間、インスピレーションが五臓六腑に駆け巡り散らかした。わからん。こいつイカれてる。これ作ったやつイカれてる。本当におばあちゃんのお餅で思いつくな、こんな。正月の代名詞と言っても差し支えないジャパニーズソウルフードお餅が、黒くてネチネチした性格のジャパニーズゲイボーイと同じなわけあるか。しかしこれは米粒一粒の狂いもない事実なのだ。今からそれを証明していく。無理や。お餅は醤油、きな粉、小豆、納豆など、さまざまな調味料や具材をぶち込むことで、見た目と味をシフトチェンジすることができる。うんうん、野獣先輩もまた、オイル、後輩の精液などを体に塗りたくることで、見た目と周囲の視線をシフトチェンジすることが可能である。お餅は、危険な食べ物だということを皆さんはご存知だろうか。とある研究によると、大阪府内で発生した窒息事故のうち、約1割の原因は餅であったらしく、粘着性のあるお餅は、喉に詰まると非常に危ない。はい、それを踏まえた上でこちらの画像を見てほしい。先輩のインタビューによると、先輩は昔太っていたらしい。お餅はつきたての状態だと水分を多く含んでおり、たるんだ見た目をしているが、
時間経過により引き締まった状態へと変化する。先輩はこの一律の状態変化のことを意訳して太っていたと表現していたのだ。最後はいつものスカスカのやつで締めたいと思う。まず野獣戦のローマ字を置く。はい、これを持ちらしくこね散らかす。ほう。ずるいですや。野獣先輩、何々節道がいつも見てるやつは、ああいつものテンプレのやつかってなるけど、俺初めて見たのにこんなずるいや。なぜこんなしょうもないとこで笑っちゃうの。しかも半分に野獣先輩関係なくない？これ別に野獣先輩じゃなくても別の分でもこのボケされたら多分俺笑ってる。3、2、1、YO。 股関節OK! ということで、まあ、野獣先輩半分あんま関係なかったですけど、笑っちゃったので、罰ゲームは受けたいと思います。下船。でもまだ俺は認めてない。俺は野獣先輩がおもろいっていうのはまだ俺認めてないんで。ちょっとさっきは初見トラップに引っかかっちゃっただけなんで、もし第2回やるときはもう絶対笑わないんで。とりあえず今回はまあ様子見として、一回罰ゲーム受けてやりますよ。この動画のコメント欄に罰ゲーム書いてください。野獣先輩関連の罰ゲームでもいいし、関係ない罰ゲームでもいいです。まあ、一人何個でもいいんで書いちゃってください。また後日罰ゲーム決める動画撮りたいと思います。野獣先輩が好きな人、野獣先輩が嫌いな人、どちらも高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。What's not about me? 対する番詞、俺らの耳には届かねえ番詞。 Feel like running, friends my honey。 この曲レの上に乗ってまたファンシー。 そこらのバンビー、うるさいバンビー。 黙らず磨いたスキルでクラッシー。 取り繕っても磨かない俺。リリカルマドラー、狙う先はど真ん中。端に隠れていた時と違いが今のガン時より尖ってるな。かけさまで今日もするそのサイフ、言葉磨け目につけこの刃。ワイパー自信ないわしめみたいわけない興味。 Every day every night まだ物足りない。俺らクックハングリーなディノスタイル。やちに植えたらがハメジロ全てを奪い、こっからミステクだけついてこいよ兄弟。 Every day every night これ俺と仲間たちで奏で上げるメロなメロディのロンドン。 Yeah Motherfucker LP 脳で感じろギャラクシー。ガキしか飲まない目に充血のアート、こいつは純白のアート、つがみはアルフォード。そのブレイカーガスケツまで手挟ね my friend my friend send me let's get real。 俺が歩く街が歌になってんだろ。俺のファイヤーやい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 やチェコファイヤーやいやいや。あの日あいつと決めた特なノイズが今も頭の中で鳴る。生まれ育ち田舎レベゼンなら俺自身、てめえの背中でかくねえとフットなんてしょうえねえだろ。だからまずは鍛え上げるフィジカル助け。体験なんてないじゃん、君とパックしたいじゃん。俺が咲いてそんなのは100も承知じゃん。いいやつだけ厳選を送る、ラブとピースよ。これは大切や、それが全部。It's gonna be alright one story、hey. Let's gonna can do my homie、yeah. 光るシャルはが吐いたら token don't in crowd、oh, yeah. Yeah. It's gonna be alright one story、hey. Let's gonna can do my homie。世の中でも負けたいわけなんてもわない。錆びついてる街それどこでも同じか。俺は激したエリアからエリア、いつかはふと上げて、でもあくまでレベツはレア。と思ってるからこそ通りに散らす。あれをせえと言えばせん、これをせえと言えばせん。お前のたるい話は気兼ねたちのクズな話。ケーキタバコならばすいません、お酒ならば飲みません。常にターンを目指すために組にかけなきゃ。錆びたチャンつなぐ俺と横の友達、これ以上求め続けなきゃ。そこにし、yeah、だからもう止めないフロー、俺は全てかけて GO。 一度キリンのライで知らないよ。お前が笑ってくれてんならそれだけでいい。 Kiss my name。 あいつらとずっと笑ってたい。絶対離れたくない、横に大事な人たちがいる、yeah、一人じゃ得れなかった、誰も知らねえこいつの結末、yeah、yeah、それでも上上上がるためけるバス、yeah、あがけもがけ不格好な死をかけ、後悔なく日々楽しむための壮大なレールのプロローグ。